はい、漢、え、検、ー、の本番まで残り2週間となりました私はちょっとこのタイミングで体調を崩してしまってここ何日か勉強のペースが落ちています帯状疱疹っていうものになってしまってすごい痛みとの戦いを繰り広げていました痛いらしいとは聞いてたんですけどあの思ってたより痛かったですね一日3回痛み止め飲むんですけどえこれ効いてるのかなっていうぐらいの痛みで ちょっと今も痛いんですけど痛みのピークは過ぎたかなっていうところです、えー、免疫力も落ちてる状態らしいので、えー、あまり無理せず薬もしっかり飲んで、えー、調子のいい時に勉強するっていうぐらいの感じでやっていきたいかなと思います。で今回やったのが過去問です、えー、国会図書館で副写してもらったものと冊子でも持ってるもの何冊かあるのでそのできるところまでをやりました。 具体的に言うと平成27年度から令和2年度の分までですね。回数で言うと14回分です。結果がこちらです。平成28年度の第1回だけが初見で、それ以外は2回目とか3回目とかですね。なので190点台の回が多いです。ここまで得点取ることができると、得く時間も結構短いので、あのサクサク進めることができました。 ただなかなか満点っていうのは取れないですね1問2問忘れてしまっている問題があって満点は1回も取れませんでした、えっと、ちなみに令和元年の第3回の試験では大問2の書き取りのところで帯状方針を書かせる問題が出ています方針の部分ですね問題文で言うと腹部に帯状方針が広がっている の方針を書かせるという問題ですちなみに私の場合は腹部ではなくて右の首から肩にかけて方針ができております、えー、ということで次回なんですが次回も過去問をやりたいと思います続きですね令和2年の残りの分とあと令和3年度の3回分これを解きたいと思いますでそれが終わってもし時間があれば次は宗子さんの大見出し語ですね 1一級と準1級と常用これらの復習をそろそろやりたいと思いますはいでは今回の動画はこれでおしまいです